意外とさいつもさこの巾着袋ずっと現役時代ずっと離さず持ってるわけよ持ってるわけよ。そんでそこにさね通帳とか全部入れてるわけよ。いやもうそんなん取られたらお前もうアウトだよって言って全財産をそうですね巾着袋入れてました。全財産をずっとあの自分のところに手元に置いてる。いやだからそれをね、なんで持ってるのって自分も現役の時聞いたことなんですけど、いやまあ、まあ、小ネタですけど、いや、お母さんが、大事なものは一緒にしときなさいって言ったからっていう、そういうのボソッとしたんで、あ、そうだよねって言って返したんですけどね。そういう感じの本当に普通の素朴な、あの、青年だったんです、現役の時はね。いや、だから、まあ、あけぼののね、ずっと付き人やってて。うん、そうですね、そうですね、そう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 。でも、ね、一つのことをやっぱ勝ち上げて、うん、ね逃げ刺すその練習を やれって言ったらずっとそうです、ね、朝から晩までずっとやってるようなました、うん、人間で、ほんでまあ琴美月と、まあ、自分とまあまあ仲良かったからね、でじゃあ寿司食いに行こうとか言って、で寿司食いに行った時にさ、この話言ったかな、寿司食いになった時に高級寿司店でだから1人前5000円って書いてるわけね、うん、だいたい相場で1人前だいたい寿司の特上1人前5000円って書いてる、うん、だからそれで寿司30個40個食べてね今日は割り勘にしましょうとか言って金5000円ポンと置いていってね5000円だと思って5000円ポンと置いていって今日割り勘ですって5000円持ってさって帰っちゃったでまあまあね、まあ寿司だから、まあ、3人でお相撲さんに行くわけだからだいたい 7,8 万ぐらいは最低でも払うわけ。そうですね、そうですね、5,000 円で割り勘でもういい加減にしてくれよみたいな。だから本当に人は良くて、うん、本当